どうも、りょうまです。今回はまたシャイニースターを開けていこうと思うんですけど、今回はなんとマーボーさんも一緒に開けてくれます。イエーイ、マーボーです。本日ポケモンデビューですポケモンで、ね、動画撮るのはね、初めてですね。初めてだもんね。でちなみにあの右の3パックがりょうまの分で、左の2パックがマーボーの分なので、まあ、自分から開けていこうと思います。交互にね、開けていく感じで、はい、で今回出そうとしてるのは、自分なんだろう、リザードン。ああ、やっぱ色違いのね、色違いのリザードンかな。まあそこは欲しいよね。メタモン。あ、自分そう、自分これね、これの、ね、色違い。でもリザードンの色違いもね、はい、欲しいね。欲しいですね。じゃあ早速開けていきましょうか。はい、じゃあまずりょうまさんの、はい、でもいつものようにあの頃ね、9枚目をね、こんな感じで。なるほど。そう、後ろにして、じゃあやっていきましょうか。はい。はい。じゃあまずは、おー、そう見て。おー、すごい。これレアですね。これすごいよね。ポケモンカードジムでさらにポケカを楽しもう。すごい。すごい。これ多分遠く売れるよね。はい。もうこれ、10万ぐらいになるんじゃないですか。だけ。じゃあ行きましょうか。はい。ごめんなさい。で、ちなみに、稀に、全部色違いのっていうのがあるらしいよね。そう。ところも外れだね。はい。見て。なんて書いてある？チクチク刺す。チクチク刺す。プチュー。ああ。じゃあ行きましょう。これそこまで。すげえ反射するな、ここ。じゃあ、行くよ。ちょっと反射しないようにうまくやっていきましょう。はい、2枚目。ひとつき。技の名前は？スライト。スライスプレード。ちょっとカタカナ苦手かなって入ってます。3枚目。サッチム？サッチムシ？サッチムシ。これね、かじる。たまにね、自分に似てるって言われるの、これ。これでかいメガネといい。似てますね。似てる？そのこと言ったらかじっちゃうぞ、俺。また使っちゃういいの？かじる。かじる。かぶりっつって。おお、すごい。すごい傷薬。これ結構強いのよ。ね。ね。次5枚目だよね。はい。5枚目。で、6枚目があの色違い。なるほど。の可能性があるのよ。多分、ちなみにヤバ茶っていうのが自分すごく、あ、この時点でもポケモンじゃないですね。はい。あ、何これは。ツインエネルギー、無色ですか？無色、無色ですね、これは。うん、じゃあ7枚目いきますね。はい。ここからキラキラゾーンかな。お、あ、ガラル？サニゴーン？サニゴーン。へぇ。すごいよ、その名前が。見て、これ。追い詰める。あ、ちょっと怖いですね。怖いね。どうする、追い詰められたら。逃げます。もう追い詰められてるのに。8枚お、これお名前難しいんじゃない。ちょっとマーボー、ザマゼンタ。ずいぶんあの独特なあれだね、発音だね。うん、ザマゼンタ、ザマゼンタ。で、聞いて、ここでなんかチンチクリ。あ、見て、この可愛いの、マホイップだって。ドレインキスだって。どんなキスだろうね。接吻。さっき覚えたのね。はい、さっき接吻って覚えた。さっき俺接吻ってことを知らなかったもんね。ここで早速つけてね。はい。いくよ。じゃあ、さあ、なんだ。あ、10。これ多分ダブルだ。あ、メタモン、メタモン。あ、え、見て。普通のメタモン。色違いではないけど、メタモン。やった、見て、ほら。ペタッとくっつく。ペタッとついちゃうよ、マーボーにいいの？いつでも。いいですよ。マスケベ。じゃあ次、マーボーのターン。じゃあ、はい、出たカード、あ、こっちに、ちょっともうちょっと下にして、これのとこかな。はい、はい、これ次、こちら開けさせていただきます。はい、マーボーの1パック、ね。失礼しますね。はい。じゃあ、ビリッと開けちゃって。開けますね。そこ押さなくてもいいです、別に。あ、こうかな。あ、そう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 。こう開けるんだね。で、9枚目を一番後ろに。ね。そうそう、あ、揺らしちゃダメよ。当たるとそうなっちゃうからね。9枚目を。そう、あそこ見せてくれるね。10枚目。そう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 。ひっくり返していいんですね。ひっくり返して。ちょっと。わー、うわー、これすごいやつじゃない。これ10万円ぐらい。10万、こっちにもう20万で売れるね。やったー。いきます。しまくりだ。7、1枚目。はい。いきなり色違いしたらやばいぞ。あら、珍しい化石。珍しい化石。化石が出たね、最初に。うん、そのマーボー急に化石を出すっていう。ね、化石はレアですもんね。レア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 。これ反射して見にくいですからね。うん、ちょっとこれぐらいで、ね。あ、そこいいね。そこで2枚目。うん。はい。おお。ダンドン。ダンドンね。ダンドン。ぶつかる。これポケモンなんですね。ここポケモンみたいよ。ね、自分ちょっと初めて見たかな。生き物って思えないけどね。すごい、めっちゃ白く。ここいいですね。あそこいいね。そこいい感じよ。じゃあそこでいってみて。はい。3枚目。お。ミブリム？ミブリムね。可愛い技でしょ、見てみる。ミブリム。
サイコショットお友達を探す。あらまあ、かわいい、かわいい。お友達いないのかな、まだね。ね、これから見つかるといいね、いいお友達がね。ね、100人ぐらいね。ね。お、元ちょうど。お、ポットです。ポットです。まんまな。まんまなポケモンなんですよ。これは何ですか？ティーブレイク。ポットですって言ってよ。あ、ポットです。もう一回じゃやり直す。テイク2いきます、ね。テイク2、はい。これは何ですか？あ、このポケモンはポットです。決まった。ドヤ顔だね。今横でドヤ顔しましたからね。めっちゃしてたね。これ何枚目だっけ？1,2,3,4,5 枚、6枚ぐらい。ポットですでしょ、はい、これ何枚目って言ったらポットですって言って、はい、またやり直しね。テイク2いきますね。テイク2、はい、これ何枚目？ポットですよ。かった。次5枚目かな。次5枚目、はい、じゃあ5枚目いきましょう。あ、ボールガイ。これポケモンですか？これはポケモンじゃないね。これはあの一応人かな、モンスターボール被ってる、なんかよくわかんない人。普通のね。で、多分時給1,000円ぐらいですね。ああ、そんぐらいかな、うん、次じゃあ色違いの可能性があるから。違う。出ます。いきます。うん、上から行くタイプ。あ、バチンキーだって。なんて書いてる上。土地勘。トンチンカンみたいな、ね。あ、で、トンチンカンに見えるよ、これね。あ、メンバーめっちゃ反射してる。あ、いい感じ、いい感じ。いきますね。はい。次からキラゾーンでございますね。はい。はい、ちょっとここだよな、言います、鍵になっちゃここだ。待って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 、劇が光ってますね。ウルトラだよ。一旦戻しますね。待って嘘、魔法が引いたぞ。なんだろう、え、何もの。失礼しますね。これやばいよ、多分キラキラならないように、うん、ここでいきますよ。いいよ、ゆっくりね。お名前ゆっくり見るにして、この魔王。あ、今先走ってたのか、ちょっと。でもやばいの出たよね、今ね。うおのこれ原始の掟。技毛もほとんど見えてない。下なんて書いてある。勢いよく言って。原始の掟、ぶちかます。うわ、いいね、ぶちかましたね。ちょっと最近こういうドラマありましたね。ぶちかん、あれは違う。ドラマ倍返しだった。あー、なるほどね。そういうぶちかますね。はい、あ、やばい。な、次いきますね。絶対やばいのだってよ。ほら、ウルトラじゃない、これ。一旦戻します。じらしますね。いきますね。お名前ちょっとずつね。何これ、無限ダイナー。これあれだよ、ほら、あの一緒にこの間空港で、ああ、やばー。もう、え、マーボー、何、初めて自分で買ったパックでウルトラってたってこと。やばー。え、すげー、もうすごい金ピカですね。えらい金ピカよ。無限ダイナパワーアクセル、ダイナマックス砲。ダイナマックス砲ね。ダイナマックスじゃない。で、ちなみにこれ今ウルトラ出たんですけど、これあの、ポケモンセンターで全くなんていうんですか、あの、違う箱から取ってるんで、まだ当たる可能性は全然ある。ああ、なるほど。そう。箱買いとかでもないですよ。箱買いじゃないから、そう。バラで選びましたもんね。そう。で、ちなみに全部マーボーが選んでくれたやつですね。ということで、これもう一枚当たるってことだよ。で、最後はこれだ。これ9枚目。え、もしも。あ、そういうことか、今、8枚目でしたもんね。8枚目でんだよ、これは。へぇ。やばいんだよ、だから、麻婆。なるほど。うん。ロトム。で、次も多分、いいやつ。ロトムよ。さあ、何が出るかな。ダブルレアだね。これですね。お、ヒナだ。丸よく出たって。初めて見た。見た？これ、下のやつ、麻婆絶対読めないでしょ。バーニクングトレイン。あ、読めてましたよね、今。バーニングトレイン、ね。バーニングトレイン。え、でもすげえ。ねえ。ちょっぱなでウルトラ出しましたよ、マーボー。ね、ウルトラ一番前にして、ちょっと上ら辺に置いてあげて。そうですね。これ辺に、マーボーのまず1枚目。嘘、いきなりすげえの。これもう、ちょっぱなでもう、クライマックス迎えちゃったね。じゃあ。これかな、まあ、いいよ、じゃあ、2パック目いきます。ね、もうこれ以上盛り上がるのないよ。ないですね。だって、あの、まあ、もともとはね、メタモンの色違いですけど、まずメタモンが出て、で、無限ダイナのウルトラが出て、はい、すごい。ね、見て、うわ、これもっとレアだ。あ、これ。これ10万で売れるやつ、また。10万ですよ。もうこれで10万、20万、30万です。いったね。あらあら、見て、ほら。あー、ピカチュウ光ってますね。クライマックスの姿。じゃあ、いきますよ。はい、あ、これさっきコインで出たね。あ、ウール。さっきのコインのガチャガチャもね。あ、またこれ出ましたよ。あ、タンドン。タンドン。反射がひどいの、これ。ちょっと移動します？大丈夫か。あ、大丈夫かな、多分。これちょっとうまく映していきましょう。3枚目。お、
お、ヤブヤブクロン4枚目。あら、ターフスタジアムだって、5枚目。すごいよ、見てこれ下の技の名前。毒針刺されたらえらいこっちゃだね。もうじゃあここに色違いがもし来るとしたら、あーもうこの時点でダメだ。キャンキャプチャーになる、キャプチャーになる、キャプチャーになる。ここからキラーゾーンですね。あ、あでも一応キラーニャイキング8枚。あ、氷っぽ、これの色違いも欲しいのよ。そう、9枚目。あ、ガラル下の技の名前がまたすごいよ、これ。突き刺す。突き刺されちゃう、ネギで。ね、もう突き刺されたい、ネギで。え、トリプルだ。お、わかんない。なんだ、これ。何タイプ？炎に見えるんですけど。炎に見えるよね。でも違う。電気？ということは、自分これ初めて。すげえ。ストリンダー。なんて書いてある？ VMAX。おお、技の名前は？巨大ライオンと。棒読み。しかもライオットね。ライオット。今これ10枚目でしたよね。10枚目。しかもトリプルでこれ。すごい。これもなかなかいいやつ。すごい。はい、じゃあマーボーの最後のパックを。2枚ともらったら自分とかひっくり返っちゃうからね。なんか開けますね。マーボーの最後のパック。開けろといらないですか。あ、多分大丈夫かな。大丈夫。あんまそこみんな求めてないと思うよね、多分ね。なんか求めてないっていうとなんかあの歌が出てきちゃうね。最近あの流行りのマーボーも好きなあの歌。別に君を求め、別に君を求めてないけど。なんだっけ、あの香水の名前。香水ですよ。え、これじゃあ香水の名前、ほら香水の名前が出てくるじゃん。ドルチェ&ガッパーナ。そういいな、おい。香水の名前なんですか、香水ですよって。で、曲名だよ、マーボー。じゃあ行きましょうか。はい、次。またすごいの出たじゃないの、これ。これも10万ぐらいですかね。もう40万得してるわ。もう不思議だ、不思議だね。不思議だね。不思議まだね、しかも。じゃあ行きましょうか。はい。失礼しました。ドロンチ。ドロンチ。ドロンチってポケモン初めて見ましたね。最近、さっきもありましたね。ソードシールドの一番新しいやつが。噛みつく。あら、呼び出す。2枚目。お、カマチョに見えたでしょ。ガラルカマチョ。マツギョ。マンギョ。マツギョ。3枚目。モクロ。これ今回初めてですか。そうですね、これソードシールドで出てきた最初の御三家でございますね。おお、モクロ。4枚目。ラビフット。おお、下がすごいよ、ほら。うん、なんとか言ってる。マグナムキック。強そうなお名前で。すごいキックね。次の名前も5枚目。5枚目まだないんですね。5枚目は別に何もないね。おお、すごい、キック3で。次で色違いが来るとしたら、あ、さっき出たからね。まあね、ここでいいの出したらさらんとすごいことになっちゃうよ。待って、紫だ。これヤバさだったらすげえ羨ましいんだけど。あ、シンポイントなの。あ、普通か。普通ですね。あ、色違いは出なかったですね。うん、ちょっと画面が暗いから、ちょっとライト持ってきますね。ありがとうございます、はい、どうですか。いきますね、はい、ここからキラゾーンでございますよ。お、7枚目。7枚。あ、さっきも出たな。出ましたね。で、次だ、もしウルトラの可能性があるでしょ。なるほど。8枚目。さすがにレンちゃんはね、出たらたまげちゃうよ、自分。ん、あ、普通のキラかな。普通のですね。お、ひですね。うわぁ、ヒードラン。ウオノラゴンからのヒードランだ。ヒードラン。ウオノラゴンにラン。レイジングフレア。次9枚目。9枚目。ここはなんかのチンチクリンな光り方してるやつかな。さあ、何でしょうか。おぉ、出たベロベロバーだ。はい、行ってみて、今の声で。ベロベロバー。もうちょっと低く。ベロベロバー。ベロベロバー。これベロバなんですね。そう。すごいね、帰りが。うまいでしょ、このマックが、うん。はい、このポケモンの名前は？ベロベロバ。じゃあ行きましょうか、最後の。はい、行きますよ。はい。またすごいな。あ、ダブルレアかな。これでまたメタモンとかだったら面白いね。あ、無限、両方とも無限大だよ。すごくない？すごくない？ダブル無限大なの。ほんといいね。無限大なにご縁があるのかもしれない、ね。そうかもしれないですね。すげえ、マーボー。ね、かっこいい。これが本来のやつなのよ。なるほど、ダイマックス法。そう、
タワーアクセル、あそこは一緒です、それはそうです、そこそこ一緒ね、そうそうそう、おお、また戻ったね。じゃあそれ一番上にして、はい、やばいな。でもウルトラ、ちょっと自分もすごいの出したいんだけど、でもさ、自分ダブルレアトリプルレアってきてるから、あ、悪くはないんですよね。そう、上がってってんだよレア度が。じゃあ最後に、悪くはないんですよね。悪くはないよ、もちろん。当てらしてくれる、はい、ああ、ね、はい、行きますね。うえ、見てこれ、見てすごいよこれ。これまた10万、10万ですね。じゃあ50万円分、やった。じゃあいきますよ、うん、あー、全部色違う。パッと消える。ちょっといい感じで照らしてあげて。うん。びっくりした。ごめんなさい、マホがスマホ落としました。あ、そこにね、そこに、うん、そこにしようかね。あ、これでこれで、はい、じゃあ、はい、2枚。うわ、はい、このポケモンの名前は？ビルビル。ビルビルブー。また出ちゃったよ、ビルビルブー。授業で三枚、はい、あ、また今日縁がいいですね。ちょっとウールと縁がありますね、うん、今日ウールと無限大だかな、うん、お、ウオチルドン、ウオチルドン、じゃあ5枚目いきますよ。お、あ、ヒートフォーエネルギーだって。エネルギーは結構いりますもんね。エネルギー必要だからね。で、うん、頼む、紫来てくれ、紫。え、色違い出るかな。え、見て、バチンウニ、バチ、え、色違いですか。色違い、ビリビリニードル初めて見ました。今日初だね、色違いね。はい、そうですね。やったー、バチンウニ。はい。あ、サニーゴーン。あ、星切れたね。星切れましたね。カラーでサニー。あ、で次でウルトラ来るとしたら。お。いきますよ。はい。ここで、あー、これ普通のですね。あ、またあれじゃん。ザマゼンタ。ザマゼンタ。で次が9枚目。9枚目。お、トリッツか。トリッツだって。次。キラキラがいいですね。これまた色違い出ないかな。頼む。あ、ダブルレアだな、これ。これまたメタモン、え、待って、メタモン、ちょっと待って、これさ、今日ポケモンさ3種類しか出てないよ。無限大なメタモンストリンダーいいの、まあ、悪くはないです。いいよ、引き自体は、引き自体はすごいいいですね。でもポケモンが被ってる、うん、でメタモンを狙ってたのはメタモンでしたもんね。そう、まあ、結果的にはいいかね。そうですね。じゃあどうでしたか、初めての2人での初開封は。めっちゃ楽しいですね。え、でもしょっぱなウルトラってやばくない。そうですね、これまたね、ぜひね、やりたいですね。じゃあ今回はこんな感じで終了にしましょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい